感じで、まあ、こうやってちょっと前にスタイリング組んだので、まあ、その撮影するスタジオで、まあ、大体どのあたりで背景にして撮影するかみたいな資料を事前に作って撮影をしてます。味はない、うん、全部なんか優しい味だけど、やっぱりテクスチャーと、うん、テクスチャーね、なめこは無理だな。なめこの味噌汁とか最高に美味しいじゃん。シャラコンはあの炙ってる方が好きね、うん、ちょっとだけ。はい、今日は FOFF 24SS の関係者展示会になります。お仕事関係の方とか友人をに先にご覧いただく機会になってます。こんな感じで本当にみんなちょっと誰だろう。はい、こんな感じでアパレルと今回からジュエリーが展開されることになりまして、そのラインナップをご覧いただくという感じになってます。私が着てるこのシャツとキュロットのセットアップ、セットアップなんですけど別々で展開しているので、それぞれあのどちらかだけをお求めいただくことも可能です。春なのでカラフルなラインナップなんですけど、まあ、フォーグっていうフィルターを通してカラー展開だったりアイテムを展開してます。はい、こんな感じでね、ポストカードとかも用意させていただいて、ここにコンセプトやジュエリーのアカウントもできまして、ジュエリーとかアパレルのアカウントと両方、はい、書いてるやつがあったりとか、ちょっと春夏なのでこう着物とかもちょっと今までという今までよりもよりよりこだわってよりこだわって作ってます。これ結構前に買った、高校生ぐらいの時に買ったシェルの着物なんですけど、なんかすごい使えました、めちゃくちゃ。で、あっちの方に行くとあのジュエリーコーナーがあって、じゃーん、こんな感じで展示してます。ちょっとこのね、石もクリアな感じで春夏らしい涼しい感じの展示にしています。コマポスターとか、結構私色展開、色別で並べるのがすごい好きで、アイテムごとじゃなくて、なので、あのこっちはちょっとこのジュエリーに合わせてモノトーンというか落ち着いた感じの印象で全部展示して、こっちでこうがっつりカラーものの春のカラーの展開でやっております。素材とかもめちゃくちゃ可愛い、もう素材の上品さが伝わるのかな。そう、とにかく本当に上品な、もうタンクトップとか T シャツとかこうシャツを上からこう着るとかね、何でも合うのでぜひご覧ください。